エッセンの大きなエナメルのある十字架、宝石で飾られ全シーメルツの技法による、千年頃、千葉手の修道院の祭壇天外にある、化粧漆喰の浮き彫り。オットー調美術とは、ロマネスク以前のドイツ美術における様式であり、ネーデルラント、北イタリア、東フランスの作品も一部含まれている。美術史屋のフーバーとヤニチェクにより、 919年から1024年にかけて、ハインリヒ一世、夫一世、夫二世、夫三世、ハインリヒ二世の下でドイツと北、イタリアを治めた、夫ー町にちなんで名付けられた。夫式建築とともに、夫ー町ルネサンスの用を成している。ただしその様式は、王朝の知性ときれいに一致して始終したのではない。 夫ー帝の数十年の知性において現れたが、それ以後のザーリア朝の初期まで続いた。美術史的な様式の順において、夫ー帳美術は、カロリング帳美術の後、ロマネスク美術の前であるが、その二つの時代区分の移行は、段階的であり急ではない。前者カロリング帳美術と同じで、後者ロマネスク美術と異なるのは、夫ー帳美術がその時代のわずかな少年と、 有力な僧院、皇帝の宮廷の者たちとその主な風神に大きく限定された様式だったことである。カロリング帝国の衰退後の神聖ローマ帝国は、ザクセンオットーチョウの下で再興された。そこから帝国と改革的な教会の理念における新たな自負が生まれ、文化的、芸術的な情熱の高まる時期となった。この雰囲気の中で、オットーの美術家は、古代末期、 カロリング朝、ビザンティンの洗礼に層を得て、それらの様式を融合させた傑作を作り出した。彩色写本と均衡の形で現存するオットー朝美術は大半が宗教的であり、宮廷の狭い範囲のパトロンと教会の重要人物のために少数の工房で制作された。ただしその多くは、 一般の人々特に巡礼者に展示するために作られていた。その様式は、概して高成かつ早朝、時に過剰であり、当初はカロリング朝の同等なものよりも洗練されず、ビサンティン美術からの直接の影響や、その古典的な方への理解も少なかったが、千年頃になると厳粛な記念碑成が生き生きとした。 内面性に、超属的で幻想的な性質が現実への注意。深さに、流れる線の模様と豊かで明るい色彩が激しい。感情主義に、結びついているとあるように、多くの作品で胸打つ激しさと表現性が現れて、くる。ありがとうございます。